皆さんこんにちは。日本の福井県から来ました、黒龍、九頭龍という日本酒を醸しております水野と申します。香港の皆さんには、たくさんの方が日本酒を飲んでいただき、また、弊社のお酒もご愛いただいていることを本当に嬉しく思っております。私が住んでいる福井県という場所は、皆さん福井県という場所はなかなかわからないかもわかりませんが、金沢という町と、そして京都という町の間に挟まれています。で、冬は、結構寒い地域になりますので、お酒作りには非常に適してますし、その冬場は雪が降りますので、湿度がしっかりと湿度もある、そんな気候になります。私どものお酒を作っているのは大吟醸、吟醸酒が非常に中心で酒を作っていますので、まずはその低温発酵させるということが非常に重要なポイントになります。雪が多少降ることによって、その蔵の中に周り、屋根の上とか周りにも雪がこう囲うような形になりますから、要は冷蔵庫みたいな状況なんですよね。その冷蔵庫の中で、の状況になりますと、朝昼晩という温度帯の変化があまりなくなる、非常に繊細な微生物の働きをこう促すにおいては、その環境が非常にいいということです。お酒を熟成させる通常のお酒は15度で管理をしています。これはワインと同じなんですが、非常に繊細なお酒ですね。大吟醸とか純米大吟醸とかそういうふうになりますと、もう少し温度帯が変わります。うちの場合は例えば5度で寝かせるとか0度で寝かせるとかマイナス5度で寝かせるとか、お酒の品質、その種類によってその温度帯を変えています。日本酒というのはもともとやっぱり燗酒で飲まれてたんですね。で、香港も昔は燗酒で飲まれたことが主流だったと思うんですけど、ただ温めてお酒を飲むというのは他の世界中のアルコールの中でなかなかない文化ですよね。それが本当は美味しかったんですよね。で、それがいつの間にか美味しくないお酒の代表になってしまったので、日本のその文化的なことを考えると美味しい燗酒をまず飲んでほしいなということで、この九頭龍を作らさせていただきました。で、やはりこれも熟成というのを2年間させて、きれいに作るって2年間熟成させて、でそれをこう燗酒にして、その大吟醸だから熱燗にしてしまうと香りが飛んでしまうので、ぬる燗で楽しんでいただくっていう、そういったコンセプトで作った大吟醸です。生酒なんです、このお酒は。で、生酒の中でも一番繊細な温度変化に変化してしまうお酒です。日本国内でも時期が2月だけの1ヶ月だけ出荷させていただいてますけど、なるべくその温度変化がないところでお飲みいただきたいというふうに思ってますので、海外にはどこにも出していません。その理由で日本に来てぜひ飲んでいただきたいなと思います。